一人で退屈してたところだ。だいぶ下まで来たみたいね。あや、ったく最悪なやつと一緒か。それはお互い様でしょ。だと、なんならここでさっきの続きを。それよりもサーヤちゃん、妹たちを探すのが先じゃないの？カグラ。そうだ、サーヤはどこに？あと、お前呼び捨て。決まりね。それじゃあ急ぎましょう。カグラ。もしもし、応答して。ああ、あんのか。やっとつながった。すごい音がしてたけど、何かあったの？アーヤのやつが突っかかってきて、その後、変なやつが現れて。うーん、わけわかんねえ。とりあえず、アヤと一緒なのね。カグラ、怪我をしてるなら、四角ボタンと×ボタンを同時に押せば、ブラッドリカバリーで回復できるわ。早く回復しときなさいよ。途中で倒れても置いていくわね。うっせ、言われなくても今からするつもりでね。自己回復、ほんと便利な体ね。でも私はいらないよ。注意怠慢になりそうだ。お前にはやんねえ。結界に閉じ込められたみたいね。周囲の敵を倒せば一緒に消滅するはずよ。追い詰められたのはあちらさんってこと。
の調子でどんどん行かせてもらう。一気に終わらせるわよ。そうそう、三角ボタンと丸ボタンの同時押しで強力な技が出せるわ。エクスタシーコンビネーション、エクスタシーゲージが溜まっていれば繰り出せるわよ。試してみて。よーく分かったって。久々に暴れるわよ。私に聞かないでくれる？私だってこんな場所初めてよ。全然頼りになんねえな。さあやならこんな時ちゃんと、はあ、めんど。聞けよ。本当の姿なの？
そうかそうか、アヤの血が私の体に入ってなんだか最高の気分だ。ヘイモー、タイムトゥリベンジ。出口がないなら作るのみ。飛んでけ。サキさん、ここってどこなんでしょう。さあな、わからないけど大した問題じゃない。でもお姉ちゃんも同じような状態だとしたら心配だ。アヤさんと姉さんが一緒に落ちていくのが見えたので、二人は一緒にいると思いますけど。それが心配なんだよ。もしかしたら落下の時に怪我をして。いやいや、それよりも二人でうまくやれてるんだろうか。心配だ心配だ。大丈夫ですって。私の姉さんはあれでも意外と分別があるんですよ。ところでサキさん、あなたは本当にアヤさんのことが好きなんですね。あ、うるさい。さっさと行くぞ。もしもし、応答してください。アーナさん、聞こえますか。こちらサーヤです。サーヤ、無事なのね。はい、サキさんも一緒です。でも姉さんとはぐれてしまった。心配しないで、カグラは無事よ。アヤも一緒にいるわ。やっぱりアヤさんと一緒に。アーナさんと連絡がつくならとりあえず一安心だな。あなたたちも大きな怪我はなさそうね。はい、ありがとうございます。
で終わらせる。次も頑張ります。